国内の参戦は去年の東海クラシック以来だと思うんですが、改めて日本の雰囲気はいかがですか？まあ、帰ってきたなっていう感じですごくほっとしますし、まあ、今週はゴールデンウィークっていうこともあるので、すごく多分ギャラリーの方が入ってくれると思うのでとっても楽しみです。朝はもうめちゃくちゃ緊張してたんですけど、でも愛さんもすごく優しい方なので、いろいろ話聞いてもらったり、はい、アメリカツアーのことを聞かせてもらったりしました。はい、メンタル的なことで、はい、こう引きずらないために、まあ、何かアクションを起こした方がいいよって言ってくれたので、まあ、ミスした時に何かこう、ね、いつもは自分の心の中で切り替えようって思ってたんですけど、まあ、何かアクションを起こして、まあ、ご飯食べるとか何でもいいって言ってたんですけど、はいはい、そういうのをやりながら切り替えてできたらいいなとは思ってます。いや、まあ難しいなって思う、もう難しいの一言なんですけど、まあ、グリーンが今年はすごく仕上がってて硬いんですけど、東は花道が使えないので、セカンドの縦距離っていうところはすごく難しくなってくるかなという印象です。まあ、アウトコース1番はチャンスホールなんですけど、 2番からまあ5番ぐらいまでは結構難しいホールが続くので、まずはそこのスタートをどういうふうに切れるかっていうところが結構こうスコアメイクには大事になってくるのかなっていうふうに思ってます。まあ、後半の方が少し距離が短くてアイアン持てるホールが多いので、自分が勝った時も多分12番ぐらいからこうギアが上がった感じだったんですけど、まあ、12、13ぐらいからこうしっかり攻めのゴルフができればいいかなっていうふうには思ってます。まあ、まずはしっかり4日間プレーしたいなと思いますし、いい位置で最終日を迎えて面白い週にできたらいいなと思います。